さあ始まりましたバスケートーク、イエーイ。このコーナーは毎週火曜日フリーアナウンサーでボールトリップライターの木村さんと一緒にバスケについて扱っていくコーナーです。エリさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。疲れモードですね。ちょうど今6月1日のもう間もなく夜10時じゃないですか。いつもはね火曜日にこの配信してるんだけど、今回はもうファイナルのゲーム3が終わった直後の火曜日の夜収録という状態なんですけど、本当にいろいろありがとうございます。スケジュール合わせていただいて。とんでもないです。なんかいや、ゲーム3を先ほど見ていて、私体育座りで気がついたらすごい見てて、でなんか途中呼吸してないんだよね。息止まっちゃってて。わかりますわかります。でなんかちょっとプレーが終わった瞬間に、いやすごいことになって、いや本当に素晴らしい試合。いやちょっとね、まあもちろんこの後彼らについては激論を交わしていきたいと思うんですけれども、お願いします。ちょっとね、まず先週のコメント紹介をいつも通りしていこうと思います。はい、まあ、先週はねセミファイナルが終わってファイナルどうなるかっていう感じでお送りしたんですけど、結構いっぱいコメントいただきまして、嬉しい、ありがとうございます。これ岩村純子さんですね、はい、多分エリさんと同じような感じですけど、はい、セミファイナルは試合数も多かったので少し疲れました。B1、B2 小さい画面で2面同時で声は B1 の方とかにして、ファイナルは地上波放送なので録画して何回見られるので楽しみですということで、うん、皆さんね、やっぱり B2 のファイナルもあったし B1 のセミファイナルもあったし、本当に選手はすごかったですよね、うん、本当に。まあ今回もゲーム3まで行ったりしてね、平日まで試合があるこの贅沢な忙しさでしたね、うん、間違いないですね、うん。でこれはライトキャンさん、はい、ブレックスファンです。木村ゆりさん、昔ワウワウの NBA 中継でよく拝見していました。ファンチにつまみにならないでくださいね。大丈夫、慣れてますよ表情から。ファンチじゃないよ。いや川崎の、ね、負けた時に先週多分ゆりさんがすごい悲しそうな表情をしてたんで、多分このファンの方はね心配したと思いますよ。ありがとうございます。なんかでもね、こういうなんだろう、お互いのチームのファン同士も選手たちもそうなんですけど、勝ち負けって絶対につくじゃない。だけどそれが終わるとすごく、なんて言えばいいかな、リスペクトし合っているのが伝わってくるから、アンチとかにはならないけど苦手意識は持つかもしれない。強いチームっていうね、負けてるってこともあるんで、次は負けないぞみたいなね。本当そうですね、うん。これは4132マハロさん、まあ、先週のセミファイナルのことで、正直ゲーム1は宇都宮に惜しくも負けてしまったけど、ゲーム2であんなに圧倒的なゲームになってしまうとは思いませんでした。川崎、うん、自分の中で優勝候補だったので、まさか宇都宮2連勝とは、ビッグラインナップが効かないとは、ホームの圧がすごかったのか、うん、ということで、はい、うん、そうですね、傷は浅く済ませよう今週は。でこの4132マハロさん、千葉ジェッツについても言ってくれていて、千葉ジェッツ試合は残念ながら見に行けないけど、取れてない CS 今回こそは掴んでくれることを願います。いざてっぺんへということでね、本当に無事にね優勝しましたから、後ほどちょっとその話は、うん、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。アンチじゃないよ。ちょっとじゃあ早速振り返っていきましょうか。今まだ興奮冷めやらぬ中ですけど、はい、まあ、もちろんまずはねゲーム1からさっき振り返っていきたいと思いますけども、うん、まさか私20点差の試合になるとは思いませんでした。うん、そうですね、うん、まあ、本当に序盤からねすごくこう接戦でずっと競った展開だったじゃないですか、はい、まあ、最後の最後ね後半で千葉がちょっとずつ差をつけて、まあ、20点差にはなりましたけど、はい、僕としてはそこまでの差はなかったかなという感じの試合で、気づいたらこう積み重なって差になってたっていう感じでしたよね、うん、その最終的に、まあ、20点差を千葉が広げたわけじゃないですか、うん、
その例えばキーポイントだったりキープレイヤーだったりっていうのはどういうところだったんですか？うん、そうですね、まあ、前半終わって千葉が36対35で1点リードっていう展開で本当に宇都宮のリバウンドをよく抑えたなと思っていまして、でこれは多分僕が予想するにやっぱりその、うん、セミファイナルで琉球とやってたじゃないですか千葉は、はい、でそこで第3戦までガチガチにやって、うん、あの琉球の本当にすごいタフなインサイドに慣れてたっていうところがすごく大きかったかなと思っていて、なるほどね、その勢いもあって多分ゲーム1はリバウンドですごく優位に立ってアグレッシブに攻められたのかなっていう感じはしましたね。そっか、うん、そういうセミファイナルでの相手とか戦い方がここにまで影響してくるんだ。うん、本当そうだったと思いますね。なるほど、確かにリバウンドは14本ぐらい差がついてましたもんね。そうですね、44対30で千葉が本当にインサイドを圧倒したという感じの展開だったので、うん、ここやっぱり千葉がねこの第一戦を取って勢いをつけられたっていうのはすごく大きかったですよね。うん、確かに、うん、やっぱりこう千葉は本当に3度目の正直って皆さんおっしゃって、昨シーズンはね中断したのでファイナルとかはありませんでしたけれども、その前2年連続でファイナルまでたどり着いても果たせなかった夢っていう思いが、その時とメンバーって全員一緒なわけではもちろんないんですけど、すごく全員が同じ気持ちで挑んでるっていうのはゲーム1から伝わってきましたよね。本当そうですね。まあ、本当にファイナルはね3大会連続ですけど、言ったらもう4度目の正直というか、はい、運命がなかった分ね、本当に千葉はそういうところでも悔しい思いしてると思うので、やっぱその辺のハングリーさとかすごく出てましたし、ベンチの選手もね西村選手とか活躍がすごくて、途中から出てきても本当に得点も決めてくれてましたし、でベンチポイントでいうと千葉が36得点宇都宮が17得点ということで、ここで19点差ついてたので、やっぱそこもかなりこう一緒にこうついたかなっていう感じで、こういうところもやっぱ千葉はバランスよく得点取れてましたよね。チャンピオンシップとかファイナル以外でもね見ていてすごく印象に残るプレイヤーとしてコー・フリッピン選手がすごくこう、なんだろう、躍動していたじゃないですか。そうですね、うん、いやなんかそういうのも前にこういう試合場面で成長して活躍できる選手がいるかいないかもポイントだってタッキーが解説してくれたじゃないですか、うん、あ、コウ選手はそれに当てはまるのかなって思いました。本当そうですね、本当セミファイナルの琉球戦からすごく活躍しましたけど、その勢いをそのままにこのファイナルすごくこうセカンドユニットのところで活躍してましたよね。はい、やっぱり千葉の強さっていうのはそのいわゆるオンスリー、はい、エドワーズ選手と外国籍選手2人でプラスコー・フリッピン選手が出てくる、そのオンスリープラスフリッピン選手っていうラインナップが本当に一番自信を持っていて強いラインナップだと思うので、そこをやっぱりすごく要所要所で出していましたね第一戦に関しても、うん、やっぱり宇都宮はねリーグ屈指のディフェンスの素晴らしいチームですけれども、やっぱり宇都宮をもってしてもそのラインナップになるとやっぱりしんどい、うん、ちょっとやっぱり第一戦に関してはすごく苦戦してましたよね、うん、でやっぱりあとは、まあ、その川崎戦でね本当に宇都宮がインサイドを結構攻めていて、ギブス選手とかねスコット選手がリバウンドから得点するとかそういうのがあって、多分そこを千葉はすごく対策していて、やっぱりそのスコット選手とかギブス選手が来た時にちょっとこうディフェンスの形を変えてみるとか、そういうちょっとしたこう奇策じゃないですけど、そういうところもすごく要所要所で使っていた印象があったので、やっぱよくこう対策してきたなっていう感じはありましたね。なんかもうこれはゲーム1とかじゃなく全試合3試合通してたけど、お互いのなんていうの、読み合いだったり、うん、策の出し合いじゃないけど、なんてハイレベルな試合なんだろうっていうのはすごく感じました。本当そうですね、この選手が出てきたからこの選手入れようみたいな、本当にチェスとか将棋みたいなね感じの感じでしたよね。じゃあゲーム2もちょっと解説していただきたいんですけれども、うん、ゲーム2は今度は宇都宮がやり返しました。そうですね、逆に今度はゲーム2でやっぱりもう崖っぷちの宇都宮が本当に1段階2段階ギアを上げて
いつも通りのこのいつもの宇都宮での試合みたいな感じで入りから入れたっていうのが大きかったかなと思いますね、うん、なんか千葉がやりたいって思ってること全部宇都宮がやっちゃうみたいな、うん、なんかそんな風に見えました、はいはいですね、うん、でやっぱりもうこの試合に関して言うと入り、はい、クォーターの入りが本当に宇都宮良かったんですよね、うんうん、確か残り、開始5分ぐらいで18対5とかのスタートだったんですよね宇都宮が。でそこでこう一気に流れを作ってポンポンシュートも打てるようになっていたし第一線と変わってで外からのシュートもこの試合ではスリーポイント30本打ってるのでそこもやっぱり中一辺倒っていうだけじゃなくて外からもしっかり打って崩していくっていう宇都宮の得意なスタイルが出せていたかなっていう感じがありましたね。なんかこうやっぱりなんて言えばいいかな、宇都宮の選手ももちろん千葉もそうなんですけどもちろんねこれ負けたら終わりっていう局面であるけれどなんていうのファイナルとかっていう舞台を経験してる選手も多いじゃないですか、うん、だからなんかすごくそういう時にああいう自分たちらしさが出せるってそういう経験とかもすごいあるのかなって見たんですけどどうですか。いや本当そうですよね、大舞台に慣れてるというか、うん、しっかりこう、ね、1試合負けてからの2試合目ってすごく大事だと思うんで、うん、ここはやっぱりしっかりバウンスバックして気持ちを切り替えてできていましたよね宇都宮は。なんか宇都宮の中でタッキーが印象に残った選手とかって言いますか。第2戦に関して言うとなんと言ってもやっぱロシター選手、はい、自分で得点も取りながらパスもしっかり回してやっぱりロシター選手が一番ディフェンスの要というかインサイドでキーになっている選手なんですよね宇都宮でいうと。本当にサイズ選手とかエドワーズ選手相手にインサイドを第2戦に関しては封じてましたし、まあ、この試合でいうとね17得点11リバウンド、うん、ダブルダブルでしっかりこうチームを牽引したっていうのが勝った要因だったと思いますし、本当に活躍がすごかったですよね、うん、ギブス選手とかもねすごくこう柱感はあるんだけど、うんうんうん、本当に宇都宮の大黒柱みたいな存在をアロシター選手なんか年々こうたなんていうんだろう大黒柱感が増してきてるというか、うんうん、頼りになるなお兄さんみたいな、まあ、本当にあの長塚さんもねこの間おっしゃってましたけどすごくこうあのハードルとか組んでる中でも喋ってますしリーダーとして、ね、みんなに声かけていて本当にいいリーダーシップ取ってましたしね。投手って言葉は確かにぴったりだなって思いました。うん、うん、であとまあこの第2戦で関して言うとやっぱりそのリバウンドっていう部分、はい、うん、そこをしっかりやっぱ対策宇都宮が第1戦から変えてきてこの試合ではやっぱり本当にインサイドをすごく手厚く守ってましたし、うん、リバウンドで言ってもこの試合で言うと宇都宮が42本に対して千葉32本なので逆転してしっかりこう自分たちがイニシアチブを取ってプレーできてたなっていう印象でしたね。あの前日にね、まあ、ファイナルの舞台ですよ、うん、敗れて修正が的確にできるっていう、うん、ここもやっぱりあーリーグトップクラスのチームなんだなっていう、うん、やっぱりそのコーチ陣の皆さんのねやっぱり対策の立て方とかもそうですしそれを遂行する選手たちの能力の高さ、うん、それはやっぱり感じました。そうですね、あとはやっぱりその第一戦と違ったのは宇都宮のベンチ勢ですよね。はい、この試合では宇都宮も30得点ベンチで得点を上げているので、うん、それこそねギブス選手が15得点取ってましたし渡辺選手もね10得点とか竹内選手もね1クォーターの最後にタップからねシュート決めたりして、うん、本当にそういう感じでやっぱベンチ一体となって、うん、得点を稼いでましたしね。なんかこう誰か一人がじゃなくてそれこそさっきお名前に上がった渡辺選手とかもね、うん、中継でもアナウンサーの方とかが鍋タイムとかっておっしゃってたりしてましたけど、うん、乗ってくるとやっぱり周りも引っ張られて乗りますね。本当そうですね、うん、であとやっぱりこの第1戦で見てて思ったのは、うん、第1戦もさらにこの会場のボルテージが上がってたっていうところですよね。なんか面白い。確かにそうね、よりこう宇都宮ファンが熱くなって千葉ファンもやっぱりもうここで決めたいっていう思いがあるじゃないですか、うん、なんかもう第一戦の2倍ぐらいの熱気になってたかなっていう印象があって、あの日増しに会場がすでに温まってるみたいな感じでヒートアップしてましたよね。本当にそれは本当に選手たちにとってもすごくやりやすい環境だったし、うん、よかったと思いますよね。え、結果今度ゲーム2を終えてイーブンの状態で、そうですね、
ゲーム3が先ほど行われました。はい、ではゲーム3をちょっとじっくりタッキーに解説いただきたいと思います。そうですね、この試合は本当にすごかったですね。第3クォーターまでね、第2クォーター終わって同点、第3クォーター終わって同点ということ でこの試合の前日まで第2戦終えて千葉が144得点、宇都宮が148得点ということで、はい、ほぼほぼ一緒の本当にすごい試合で、うん、今本当に拮抗する試合になるだろうなと思っていたら案の定、ね、序盤から本当にもうお互い一歩も引かない展開で、最大リードが10得点ということで、本当にシーソーゲームでしたね。いや、なんて言えばいいんだろう、なんて贅沢な時間を過ごしてるんだろうって思いながら見ていて、うん、なんて言えばいいんだろう、本当にさっきも言ったんだけど、呼吸が見てて止まっちゃうんですよね、うんうん、別にどっちのチームのファンとか関係なく、すごく引き込まれる試合で、個人的にですけど、今までの B リーグの歴代のファイナルの中でも最も心震えた試合がこのゲーム3になったかなと私は思いました。そうですね、やっぱりこの火曜日の夜にね、第3戦のファイナル見れるっていう、このいい世の中になったなっていうしましたよね、感じが。ね、で、うん、前半で富樫選手がファール2つ、うん、になってベンチに行ったでしょ、うん、であの時も多分宇都宮は鵤選手に本当なんだろう、富樫選手のファールを狙わせてたんですよね。でも、まあ、戸口選手がこうベンチまで行ったのは宇都宮の狙い通りだったけれど、うん、いや西村選手がそうはさせないぞっていう。でもなんか西村選手って本当にいつも通りでひょうひょうと淡々とプレーされるんだけど、いや西村選手本当前半 MVP だなんて会見コメントで試合後言ってましたけど、いやまさにそうだなって思いました。うん、おっしゃる通りですね。うん、この1クォーター序盤でいうと、そのエリさんが言った通り、宇都宮はね、富樫選手のところに鵤選手をマッチアップさせて、そこでガンガン攻めていこうみたいな最初姿勢になって、で鵤選手もね2本ぐらい連続でシュート決めて、うん、でファールももらえてすごくいい感じで入ったんですけども、はい、やっぱその西村選手はね、ベテランの力というか本当にいぶし銀の力で、はい、入ってきてね、エンドワンも決めてみたいな、本当に救いましたよね前半を。いや本当に、うん、なんかこうちょっとこうゲーム3のあの状況でもチームのメンバーも落ち着くというか、うん、やっぱりこう西村選手があそこにいて落ち着かせてるんじゃないかなっていうのはすごく見ていて、うん、思いました。本当そうですね、やっぱりその富樫選手は結構その自分でアグレッシブにゴールに向かっていくタイプだったりするんですけど、西村選手はやっぱりこう一歩引いてね、うん、しっかりこうパスを回してっていうところで、あそこでやっぱ千葉もすごくボールの動きが出たので、ね、オフェンスも円滑に回るようになってましたよね、うん、ちゃんと千葉の流れにね、うん、村選手が引き寄せていらっしゃったので、もうなんかもうさすがだなっていう一言でした、あの西村選手に関しては、うん、間違いないですね、うん、でまあ1クォーターでいうと原選手がね、はい、2ポイント決めたりしたっていうところで、うん、実はこのチャンピオンシップでいうと原選手が3ポイントを決めた試合って負けてないんですよ千葉って。おお、そういうジンクスがあって、うん、で僕それ試合前にデータとして持ってたので、はい、に入った時にあこれ今日千葉あるかもみたいな感じで思いました。やっぱね、うん、やっぱ原選手が決めると千葉って乗れるんですよね一個。そうね、不思議なんだけど、うん、そういう選手っているよね各チーム。でやっぱそのね、原選手とか西村選手がしっかりこう流れを作って、その中でやっぱだんだんこうね、エドワーズ選手とかダンカン選手がゴール下とかで決めてって、うんうん、2クォーター中盤にはね28対18で10点差まで差をつけて、うん、まあ、これすごく千葉のいい感じだなと思っていたら、うん、宇都宮がねそうはいかないということで、またそこからやり返すんですよね。あのやっぱり2クォーターのロシター選手と遠藤選手かな、うん、2人続けて3ポイントを決めたところがね一気にまた変わりましたね。ありましたね、うん、あれで本当に宇都宮からのこの意思表示じゃないですけど、はい、ただじゃやられねえぞっていうことで、もう本当にそう
本当にあの2本のスリーポイントは流れ変えましたよね。なんかそれもね、決める選手がね、ロシター選手から始まり遠藤選手が続いてっていう、なんかその宇都宮の選手の皆さんの意地とかプライドもものすごく感じるし、でまたそこも続く選手がやっぱりロシター選手が決めるからね、他の選手が続くっていうのもありますよね。本当そうですね、うん、であとはやっぱ比江島選手とかもね、この試合すごく気合が入っていて、はい、まあ、先週僕はあの注目選手としても挙げたんですけど、この第1戦第2戦ではあまりこう比江島選手が目立った活躍がなくてですね、この第3戦に関しては本当に序盤からアグレッシブにどんどんシュート狙いに行っていったし、2クォーターで言うとね、3ポイントも決めて同点にするなんて場面もありましたし、本当にこうかなり気合が入っていて良かったですね、比江島選手も。やっぱりかなはなかったけれど、その本当に初めてのたどり着いたファイナルでこのメンバーで優勝したいって思いがすごく前面に溢れていて、いや胸を動かされるシーンがいっぱいありました。で、まあ、同点で前半終えまして、はい、3クォーターもまたね、このなかなかこちらにも流れがいかない本当に熱い展開でした ね、ずっしり重たいというか合ってるかな表現。いや本当そうだと思いますよ。なかなかこうね、お互いこうディフェンシブにやって得点入れさせないっていうところがすごく大きかったと思うので、ね、でもやっぱりこう見てて、ギャビン選手とかもそうですし、私は先週かな、MVP にも挙げたシャノン・ショーター選手とかも、うん、タフショット決めたりとか、うん、そういうところも、ああ、なんか決めるべき人たちが続いてきているというか、っていうふうに見てました。本当そうですね、ショーター選手は実は前半得点なくて、うん、3クォーターからこうね、レイアップ決めて、どんどんこうギアが入っていて、得点決めちゃったって感じだったので、うん、だから前半はこうちょっと様子見ていったっていう感じもありましたし、うん、後半一気にこうギアが入ってね、はい、やっぱこの3クォーターでいうと、やっぱりね、遠藤選手が3ポイント2本ぐらい決めて、うん、一進一退でしたね、本当に。決めた後のさ、うん、表情がアップになるじゃない、うん、いや、すごく素晴らしいお顔をしてらっしゃって。で引き締まった本当に気合いの入った集中した表情で、うん、いやー、なんてすごいんだろうっていう、うん、なんか本当に申し訳ない、語彙がなくて申し訳ないんだけど、選手の表情を見てもそういう言葉が出てくるというか、うん、そういう試合シーンでどこ切り取ってもね、なんか本当にお互い勝利につながるプレーがいっぱい出てたというか、うん、3クォーターでいうとね、速攻でルーズボールからロシター選手が比江島選手にパス出して、比江島選手がもう一回ロシター選手に戻してダンクしたみたいなシーンもありましたし、で千葉でもね、本当に 50-50 のボールすごく食らいついていて、うん、エドワーズ選手がね、テーブス選手をブロックしたりとか、そういった場面もありましたし、本当にこうお互い譲らないっていう気持ちがすごく見えて、すごく、まあ、この試合に限ったことではないんですけど、さっきね、対策の試合とか読み合いだっていう話をしましたけど、うん、タイムアウトを取る判、うんうん、いろんな判断とかがものすごく早いなって、だから素人ながらにすごく思いました。そのやっぱりこういうシーソーゲームの展開って、うん、なかなか差がつかないので、うん、相手にね、いいプレーとかが出ると、もう本当にそこで流れを切ろうってことで、先手先手でタイムアウトを取ってましたよね。だからね、選手の交代とかそれに合わせてじゃあとかっていうのとかも、うん、そういうのも見ていて、ああ面白いなって思いました。で同点で運命のフォーターに入ったわけですけれども、はい、ここもね本当にずっと接戦でしたね。いや本当にどん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 呼吸が止まっていく時間が長くなるっていう、もう本当に素晴らしい展開だったんだけど、最後に勝敗を分けたのは何だったんですか？まあ、僕がちょっと見てて思ったのは、まあ、富樫選手がね、前半すごくパールトラブルがあって試合がなかなか出ない時間が続いたじゃないですか。はい、西村選手がね、しっかりこうタイムをシェアして、で僕たちが予想以上の活躍とも言ってもいいぐらいの本当に素晴らしい活躍だったじゃないですか、うん、なのでやっぱそこを富樫選手がこう最後に力を温存できてた部分もちょっとあったと思っていて、あーなるほどね、うん、確かに。で4クォーターでいうと残り7分強ぐらいからね、富樫選手が戻ってきたんですけど、やっぱそこからね、ロシター選手のマッチアップをかわしてドライブからレイアップ行ったりとか、うん、その後もね、ピックアンドロールからエドワーズ選手にね、パス出して
エドワーズ選手が、ね、ファールもらってみたいな、本当にすごくエナジーあふれるプレーでオフェンスの流れを富樫選手が作っていて、やっぱそこはしっかりこう最後まで体力を温存できた、キープできたっていうところで、やっぱりこう千葉の作戦勝ちじゃないですけど、まあ、西村選手の活躍もありながら、そういうタイムマネジメントしっかりできていたっていうのが千葉は良かったかなと思いますね。あの先週ね、このファイナルのポイントの話をタッキーに聞いたときに、私あの宇都宮は勤労で2日間で試合を終えて、その分の時間があるけど、しかもねもっと長く試合をやってきたわけじゃないですか。それでなんかこう準備と期間の短さと移動の疲労も影響しますかっていう話をして、で今回またこのファイナル激しさの中ゲーム3で、まあ、大丈夫なのかなって思ったけど、その試合の中でそっか、西村選手がそういう意味でも支えてたんですね。いやそれはありますね。この試合でやっぱ富樫選手出場時間が18分、うん、西村選手が21分ということで、うん、やっぱその2人でこの40分間を通してすごく強度の高いプレーを続けられたっていうのはやっぱ千葉の強みだったかなと思いますね。あーすごい、うん、すごいね西村選手。そのおかげでやっぱり千葉のね4クォーターインサイドもすごく生きてましたし、はい、やっぱりその一回外しても粘ってルーズボール拾って拾って、うん、ファールもらったり得点重ねたりっていうところ で宇都宮は逆に言うとそこでちょっとファールが重んじゃったりとかしていて、うん、そこが最後響いてきた差だったかなっていう感じがありましたね。でも本当にねどっちに転ぶかわからないという素晴らしい試合でしたね。宇都宮でいうとやっぱ最後ね比江島選手がちょっとかわいそうなねオフェンスファールで退場になってしまって、その前のプレーでねシュートをバンクショット決めたりすごくいいプレーをしていたので、そこはやっぱりちょっと悔しいところがあるかなと思いますね。ベンチに戻られた後の表情がもう何とも言えなくて、気持ちはねすごくわかるし、いや切ない気持ちにも見ていてなりましたし、あとあのギャビン選手のフリースローの前の時かな、あのベンチから田臥選手もねハドル組めって指示をやっぱり出したりしていて、コートにねその出てる出てないとか関係なく、どっちのチームも本当みんな一丸で戦っていたのがすごくよく見えて、どっちも勝敗はついてしまうんだけど素晴らしいチームだったんだなって改めて思いました。いや本当そうですね。今日のこの試合を見ててすごく思ったのは、 NBA ってファイナルも7戦まであってホーム&アウェイ形式でやるじゃないですか、あれがいつか B リーグでも採用されるようになったら、またさらに素晴らしくレベルが上がるんじゃないかなって、いつかまたそういうのを見たいなって思いました。いや本当そうですね。平日にこれだけお客さん呼べるってそういうコンテンツになってきてると思うので、まあ、近い将来ねそうなってほしいですよね。やっぱりでもタッキーこうやって今回のファイナルとかを見ていて、 B リーグのレベルのこう上がり方ってどう感じました？いや本当にレベルアップしてますよね年々、うん、選手プレーしてる選手たちもすごくレベルがやっぱ毎年上がってると思いますし、本当にやっぱり世界でもね有数のバスケットボールリーグになりつつあるなっていうのはすごく感じますよね。本当素晴らしい、なんだろう、試合だけじゃなくリーグ全体のレベルアップの時間を見させてもらってることも贅沢だなって今回はすごく感じましたね。そうですね、うん、やっぱり B リーグの中でもねファンが熱いトップ2チームだと思うんですよ、やっぱり宇都宮と千葉っていうのは。その2チームがこうやってファイナルでやれたっていうのもすごく良かったですし、こう今回はね結構そのテレビでも放映とかしたりして、これを機にまたね B リーグのファンが増えてくれると嬉しいですよね。そうですね、なんか、あのすごく見てて思ったのは、リーグの皆さん、チームの皆さん、選手の皆さんがこれだけのレベルアップを突き進んでいるから、中継見ててもすごく思ったし、あ、取材したり伝える側ももっともっとレベルアップしないとって、なんかねお尻叩かれるような気持ちになりました。そうですね、うん、で今回はね何年越しの夢っていうのっていうぐらい3度目の正直で、
千葉の皆さんが優勝を果たせたことは本当にもう心からおめでとうございますだったし、いやなんかいつもさ大野ヘッドコーチはすごくかっこいいのに勝った試合の後でもさすごく厳しい表情で会見されることが多いでしょ。本当そうですね。今ここにシワがさ入ってる笑顔見たことないですね会見で。大野さんのこうイメージで、うん、笑った顔見たいなってずっとどっかで思ってて、うん、今日見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱりこの試合後のねあの安堵の表情はすごく良かったですよね。なんかもらい泣きしちゃったもんお話聞いて。大野ヘッドコーチはやっぱり長かったと、いやそうだ、その一言につきますってことを言ってましたし、うん、選手のね笑顔を見ることができて幸せってこともおっしゃってましたし、やっぱすごくね人気チームで重圧がある中で2度ファイナルで負けていて、大野、うん、ヘッドコーチ自身もねすごくプレッシャーがあったと思うんですけど、最後はやっぱりねもう引き出しの数をすごくこう出してあの手この手を使ってしっかりこう最後勝ち切ったっていうところで本当に素晴らしい采配だったなと思いますね。多分両チーム持ってるもの全部出し尽くしたぐらいねやってくれたと思うし、うん、でもなんかさっきタッキーもおっしゃってた大野さんの選手のこの笑顔を見るために頑張ったっていう言葉がなんかなんて素敵なんだろうっていうね、選手の皆さんもヘッドコーチを信頼して、うん、ヘッドコーチも選手の皆さんを信じてきた結果なんだなとすごく思って、うん、いやしびれました。やっぱりねこうファイナルを通して選手の皆さんが一番言っていたのはやっぱりエナジー気持ちというところすごく言ってたじゃないですか、うん、会見とかでも、うん、エナジーが出ていたから今日勝ったとか言ってたし、やっぱ最後はそういうところが出てくるんですよね。こうどんだけ技術とか言っていても、うん、最後はやっぱりその気持ちの部分というところで今日はやっぱり千葉がね初優勝をかけて戦ってたのでその辺のやっぱりハングリーさがすごく出てましたし、もう今年こそもう次はないぐらいの気持ちがやっぱり4クォーター見てて、うん、千葉の皆さんから感じるんですよね。で、うん、出てくる人同じ思いで来るじゃない、うん、いやなんかその揺るぎないのが得点につながっていくというか、うん、なんか私自身もこの番組でねあの川崎ブレイブサンダースのファンであることも公言をしていますし、かつてあの応援番組もやらせていただいてたりしてたので、でもなんか初めて自分が応援していると言っているチーム以外の試合を見て号泣したの。なんかそれぐらいなんだろうすごく心を動かされる試合だったなと思って、感動しましたよね本当に。で、あの初めてね日本人ヘッドコーチがチームをリーグ優勝に導かれましたけれども、うん、今回考えてみると今シーズンで見るとチャンピオンシップに進出をした全8チームが、うん、全員が日本人ヘッドコーチで、うん、率いられたチームだったこともなんか記憶に残しておきたいなって個人的には感じました。うん、やっぱりヘッドコーチ陣のねレベルも年々上がってますし、うん、本当に勉強になりますよね。ねえ、なんか選手だけじゃなくて本当にみんなが刺激し合って切磋琢磨でここまで登ってきてるんだなっていうのは、うん、そういうところからも感じられたので思い出深いシーズンになりそうです。いや、この2チームのファイナルは間違いなく史上最高のシリーズだったと思いますね本当に、ね、で、うん、きっとまた来シーズンはこの試合を超える試合が絶対行われると思うので、うん、またそれもね楽しみですし、また今度だって来シーズンはチーム数増えますからそうですね、たどり着くのまた大変になるから、うん、それも楽しみですね。そうですね。で、まあ MVP はね、はい、B リーグファイナルの MVP はセバスチャン・サイズ選手が受賞しましたけれども、我々も今週の MVP 選んでいきますか。一応ね、私ファイナルだからね清掃してこれ白い、あ、なるほど、なんだよすごい、確かに清掃したから、私がこのファイナルで MVP に選ばせていただいたのは千葉ジェッツの西村選手です。おー、もちろん他の選手も悩みましたけれども、やっぱり西村選手のゲーム3での活躍というもののその役割を
見ていて、あ、西村選手かなって思ってたんです。でも、うん、さらに今回タッキーの解説を伺って、やっぱり西村選手だって確信を持ちました。いや本当に、なんていうんですかね、影の MVP と言っても間違いなく過言ではないと思うんですよ。あの数字に残らないチームの牽引力、たった2試合に関して言うと本当に貢献度大きかったので素晴らしかったです。本当になので西村選手に送らせてください。おめでとうございます。おめでとうございます。いや本当に異論はないです。はい、僕は今週の MVP に選ぶのは千葉ジェッツのギャビン・エドワーズ選手。あ、西村選手もねすごく迷ったんですけど、はい、やっぱりねギャビン選手のあのシーズン中のねちょっと不調じゃないですけど、はい、なかなかこう調子が上がらない時期があったじゃないですか、うん、そういう時期をスランプを経てやっぱりシーズン終盤ねちょっとずつこう調子上がってきて、このチャンピオンシップで本当にすごく闘志むき出しで力を発揮して頑張ってくれていて、で今日のね優勝してからの言葉の中に、うん、やっぱり毎回あと一歩のところだったっていう、ようやくゲットできたよっていうところをすごく言って、すごくね感情的になってまして、やっぱりそのフィジカルな戦いになることは分かっていたと、うん、だから僕がその戦い抜くことを準備してやってきたっていうことをすごく言っていて、うん、やっぱその自分の役割とか勝つことに必要なことっていうのは分かっている選手だなと思って、本当にこのファイナル参戦は素晴らしい活躍でしたね。なんかちょっとうるうるきちゃったなんかなんだろう、そのさっきもねそのギャビン選手の試合後のコメント聞いても、うん、すごい来たんだけど、うん、やだ、あの試合中にさ、あのすごくエナジー出してね、あのシュート決めた後とかに吠えたりするシーンとかを見てて、うん、今までってやっぱりこう自分が応援してるチームが千葉じゃ ない分ね、あのギャビン選手が相手にいるとすごく嫌な選手じゃない、うん、それだけに素晴らしい選手っていうことなんだけど、でもなんかそういうのをもう超えて、初めてだと思うんだけどギャビン選手が本当にかっこいいって思ったの、うん、なんかそういうのももちろん私も MVP に選びたいお一人でした。いや本当に西村選手もギャビン選手も本当に素晴らしい活躍でしたね。本当素晴らしかったです。おめでとうございます。あー、もうまた泣きそうになっちゃったということで今シーズンのバスケートーク無事シーズン終了まで走り切れました。ありがとうございました、うん、いやーなんか今シーズンってコロナ禍で前のシーズンが中断してしまったから、どこまでできるのかとかね、やり遂げられるのかっていう常に不安と隣り合わせで来たじゃないですか、うん、で本当に予定されていた試合の半分ぐらいなくなってしまったね、うん、時もありましたし、結果としてレギュラーシーズン全て消化できてないチームがあったりね、こう試合数も差異が出てきたりした中で、なんかこうやってファイナルまでたどり着いたことは本当に良かったなって思うし、なんかそのために尽力された皆さんにもなんか本当に敬意を表したいなって思いました。いや本当にエリさんのおっしゃる通りですね。本当にここまでしっかりこうシーズンを最後まで終えられたっていうのも素晴らしかったし、うん、やっぱこのしっかりとねこの統制しながらこうやってシーズンを進めてくれた本当に関係者運営陣に本当に感謝したいですね。ね、私たちもいろんな場所に取材に伺わせていただいて、うん、いろんな方にお話聞いてってしてきましたけど、私たちもこう感染することなく、うん、シーズンを取材し終えたことは本当に良かったなって、うん、自分たちにもお疲れ様でしたって言ってあげたいなって思います。そうですね、ファンの皆さんも本当そうお疲れ様でした、うん、ファンの力があってこそねこのシーズンの経験で、うん、会場に行けた方もいれば今シーズンやっぱり行けなかった方もいらっしゃったと思うし、うん、楽しみにしてた試合が無観客になったり中止になってしまったりっていろんなことあったと思うんだけど、うん、いや本当皆さんお疲れ様でしたっていう、お疲れ様でした感じですね。でまあここからねオフシーズンになりましたけども、バスケートークはね今後もいろんなこう情報を一緒に発信していくので、エリさんと一緒にすでに語りたいことがあるのよ。いろんなこうねテーマの案をいただいてるんで、エリさんからまず辻直人選手でしょとかいろいろねあるので、あの多分オフシーズン
の方がよりなんかこう、あのいつも見てくださってる皆さんともこう会話じゃないけど、こんなテーマでやってよとか、そういうのもね、なんかいただきたいなって思いました。そうですね、このテーマで語ってほしいとか、うん、そういうのもすごく募集していくので、うん、今ここね、夏にはオリンピックもありますし、本当にオフシーズンって感じじゃないんですけどそうね、うん、違うんだけど、まあ、引き続きね、バスケートーク見ていただければと思います。はい、もうとりあえず今シーズンお疲れ様でした、ありがとうございましたでいいのかな、うん、とりあえずね、一区切りということで、でまた来週みたいな感じなんだよ ね、 そうですねとりあえず、はい、皆さんお疲れ様でした本当に、はい、千葉ジェッツファンの皆さんおめでとうございました。宇都宮ブレックスファンの皆さん残念ではあったけど本当に素晴らしかったです、感動ありがとうございました、うん、素晴らしい試合でした。うん、じゃあまたオフシーズンになっても今後もバスケトークやっていくので、また来週最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。